いつもご視聴ありがとうございます。ボーリングのボールを構える時の投げ方、4種類あります。その基本的な4種類の投げ方について、どのように構えるのかについて、皆さんと一緒に見ていきたいなと思います。まずは、ボールを構えてからの動作。 について見ていきたいと思います。まず一つ目、クランクです。クランクは手の字を、手を左の方に、時計の針の十字方向から9字方向にかけて、手首を少し左にひねります。 でそれで投げていく投げ方がボーリングの動作のうちの一つ目のクランクになります。続いて二つ目、ローダウンです。ローダウンは抱え込むようにボールを持ちます。なので、クランクは時計9時方向に対し、10時方向などに対し、ローダウンは真下にそのまま 下ろすようなイメージで構えて少し手首をまっすぐに構えて手首だけ V の字ぐらいの間隔で曲げます続いて有名な両手投げです両手投げはこのように構えて両手で投げていくといった 感じで行います非常にボーリングの中でも一番難しい投球法です続いてサムレスですサムレスは親指だけを入れずに人差し中指と薬指をボールの指クリップに入れてそのままあとはまあどこでもいいので据える感じにします で投げるときにサムレスは2つあるんですが1つはそのまま指だけ離して投げるサムレスと親指でボールを押して回転に力を与えるサムレスの2つのサムレスがあります。 でそれの、えー、手の動きなんですが、まず、えー、クランクです。えー、クランクは、えー、このように構えて、左手で、まあ、普通に、えー、ボールを、まあ、自分の構えやすいところで揃えます。クランクは、えー、こんな感じです。まあ、普通にボールだけ持つと、まあ、こういったふうに、まあ、持つ。持つだけだと、まあ、こんな感じで持つんですが、クランクは、えー、このようにします。 続いて、ローダウンです。ローダウンは、このようにして抱え込むように持ちます。なので、ここの手首のラインですね。ここがまあ V の字になっているように持ちます。この投げ方は、手首に非常に強い方でないとかなり怪我をしたり危険ですので、その辺は注意して練習してみてください。続いて、両手投げです。 両手投げはボールをこのような感じで持ちます。まあ、持ち方、指の置く場所とかはまあ様々、皆さんそれぞれあるんですが、まあ、どこでもいいので、まあこのように上下、利き手の方が下、利き手でない方を上に添えるといった感じになります。これがもし逆になると、利き手でない方が、 下に来てすごく投げにくかったりするので、利き手の方が必ず下に来るようにしてください。これが基本的です。で続いて、サムレスです。サムレスは2つあるんですが、まあ、親指を入れる、入れないくて、指だけ抜くサムレスと、親指だけ押して、ボールに回転を与え、力を加えるサムレス。 この違いは、まず指をそのまま添えるだけのサムレスは、指だけ離してリリースするといったイメージの感じで大丈夫です。で、親指を押すサムレスは、ボールを離した時に少し左の方にですね、左の方に親指で押してボールに回転を与えていくといった感じになります。 これが4種類ののボーリングの投げ方になります。今回も最後までご視聴ありがとうございましたまた次回も投稿したいと思いますのでチャンネル登録もぜひよろしくお願いいたしますそれではまた次回の投稿をお楽しみにください